ミニマルワードローブチャンネルの星葉です。今日もですね、視聴者からの、ファッションのお悩みについていろいろお答えしていきたいんですけど、実は今日も素敵なゲストに、来ていただいておりまして、この数年もう爆発的に人気のライダースの、一番の、トップブランドと、言っても過言じゃないんでしょうか。エンメティを扱っている、インテレプレの谷さんにご登場いただいて、エンメティの魅力について、僕と直樹でですね、いろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いつもイタリアでね、お会いすることが多いんで。そうですね。なんか日本でこうやってお会いするのもなかなか珍しいんですけれど、 お元気ですか。めちゃくちゃ元気です。あ、本当ですか。はい。イタリアにはなかなか行けなくて、はい、もう結構もうあれですか、やっぱりリモートとかズームとかって、今世間的に普通に言われているような、そういうようなかこの打ち合わせっていうんですか。そう、イタリアの場合はズームっていうのがあまり普及していなくて。あ、そうなんですね。で、彼らのそのコミュニケーションツールの中で一番多く使われているのが WhatsApp というアプリケーションなんです、ね。はいはい。日本の方ってあまり顔を出してトークするっていうのはあまりしないんですけども、イタリアの場合は特に仕事柄、そういう例えばデザインをちょっと見たりだとか、革の素材がこういうのが例えばあるよとかっていうのをコミュニケーションするときに WhatsApp というアプリでやることが多いですね。はい。じゃあ向こうの方とずっとやっぱりミーティングも WhatsApp でずっと、WhatsApp ですることがほとんどです。ああ、そうなんですね。はい。イタリアの向こうの状況とかって どうなんですか今。これはもう皆さんご存知のように、数字を見ている分には非常に悲壮感が漂う情報が入ってくるんですが、1年前 その例えば4月5月のあの頃に感じた恐怖感から、我々も同じだと思うんですけれども、1年経って、大体こんな風に過ごしていれば大丈夫なんだなとか、いい意味で慣れてきた。でもそんな中でもね、なんかこの世界的なパンデミックでコロナ禍でだいぶスーツを着ない人も増えてきて、谷さんと一緒にね、このエンメティ、この星葉モデルの赤っていうのをやらせていただいたのも、多分 2、3年前ぐらいですかね。2年前で初めて発表させていただいて、はい、あの頃の前ぐらいから僕ライダース好きで、とにかくエンメディよく着てきてるわけですよ。はいはい。自分で持ってる枚数も相当枚数持ってるんですけど、はい、ありがとうございます。いい。ライダース需要ってコロナ禍でもむちゃくちゃ伸びましたよね。そうですね。あんまり変わってないと思いません？他のものって売れてないものいっぱいあるんですよ結構。はい。弊社に関する限りは、落ち込みはほぼなし。うーん。のは、維持できただけでも奇跡かなというふうには思ってますね。4、5年から空前絶後のって言うとなんかちょっとあれですけど、ライダースブームですよね。エンメティ2009年からです。2009年に開始したんですよね、日本での。ってことはじゃあちょうど11年、はい、なんですよね。だからやっぱりそこで後から入ってこようとする人たちと比較して、ざっくりですけど7、8年とか10年とかっていう、やっぱり先にやってたっていうのは、そこでの経験値っていうのは、星葉さんともアッカを作るとき非常に何回も何回もサンプリングしてやりましたけど、結構これ作るの大変だったね実は。どれぐらいやったんですか？5回ぐらい。5回、ね。でも私たちブランドの下請け生産っていうのをもともとやってたりしましたんで、そういうデザイナーさんだったりとかディレクターだったりとかっていう方々がこういうものを作ってほしいっていうものを具現化していくときに、もうサンプリングってもう何回もイタリアと日本の間でサンプル送り直して作り直して送り直して作り直してっていうのをやるのは、もうもともと私はそれが当たり前だと思ってやってるから、それが2回で終わればラッキーだし、5回だったら5回で当たり前だしみたいなところがあるんで、確かに多い方ですけどね。でもだからってそれをストレスに感じて仕事してるわけでは全くないので、よく知ってるエンメティっていうブランドがこんないい革を使ってて、こんなに着やすくて、値段見たらこんなリーズナブルっていうか、その安いわけじゃないんですけども、適正な値段がちゃんと維持してるんでっていうところが、私も内側にいるとなかなかその外から自分たちがどう思われてるのか、いやでも相当だと思いますよ、見えないですが、その辺が支持していただいている理由なのではないかと。いやこの数年で本当にライダースブームであり、エンメティ、牽引してきたのは本当にエンメティじゃないかなというふうに思いますしね。いやライダースはそもそもアメリカからなんでしたっけ？イタリア、基本はアメリカとイギリス、両方あるので、アメリカ側は バイクの種類によって違うというか、アメリカ側はこっちで、イギリスはどっちかというとカフェレーサー型、どっちかというとこっちのエンメティの方はこっちの前傾姿勢の方の
タイプの細身の、ね、まあ、だからイギリスのロンジャンって言われるロンドンジャンパーの方に近いんじゃないかなと思いますけどね、はい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 、だけどやっぱり革の質が圧倒的に、はい、まあ、このアッカっていうモデルに関してはすごくちょっと厚くしていただいたんですよね。そうですね、普通上よりね、はい、9ミリ。ただ実は谷さんが着てる今日着てるのはこれはもっともっと薄いやつですよね。これが最薄、最薄ですね。ちょっと一回触っていいですか。最薄ですね。これはラムスキンナッパなんですけれども、うん、これ以上薄いものっていうのは作れない。ちなみに何ミリなんですか。これで 0.4 ミリ。0.4。ちなみにこれは 0.9 ですね。 0.9 です。これはわざと 0.9 です、うん、ちょっと厚くしてもらったんでね。これはハードに、うん、要するにさっき言ったバイクに乗る時の、はい、あのライダースジャケットっていうのはこんな薄いものじゃないんですね、はいはい、なぜならばそれっていうのはあの体を、ね、守る、体を守るため、うん、転んだ時に守るためとかってそういうイメージをこう具現化するためにわざと 0.9 っていう、もともと存在しなかった 0.7 で展開したやつを 0.9 っていう革を特注で作ってもらってで今に至ってるわけですけども、うん、これはあのそういう意味ではあの本当のいわゆるライダースジャケットの厚みは度外視して、うん、薄さの極限で、まあ、肌ですよね。まあそうですね、うん、要は夏になっても、まあ、どこ行っても、まあ、この室内もそうなんですけどクーラーが効いてるじゃないですか、うん、確かに、うん、あ肌寒いなと思ったら羽織ったりとか、うん、肩からかけたりできる、うん、カーディガン感覚で着る、カーディガン感覚ですね、うん、で着れるものがあったらいいんじゃないかと思って、うん、あの作ったんですけど、僕一番最初にエメティ買ったの10年前ぐらいなんですけど、黒と茶のユーリかアンドレアか、まあ、どっちかなんですけど、ユーリですね、おそらく、はい、ユーリですかね、はい、黒と茶買ったの夏だったもん。あ、そうなんですか。うん、これ全然夏着れるなと思って、で BR チャンネルかなんかの収録かなんかでエメティを出した瞬間にこれ超いいなと思って、で2枚まとめ買いしたようなもの。もともと僕あの僕のことをプライベートでもよく知っているにもかかわらず、なぜ僕のブランドを買ってるんですかって、私経由であの買えばもっと安くなったりもするかもしれないのに、そういうことを一切言ってこずに繰り広げてくれていた。繰り広げてこれは全てもう赤、うん、赤ね、作っていただいた、はい、この着てるやつももちろんこれも赤だし、これもこれは実は新色。あ、新色。そう、あのこの赤のモデルっていうのは元々の形を最初から全部サンプリングで作ってもらって、はいはいはい、で腕の長さから腕の細さから、はい、こういうところの前のカッティングから、はいはいはい、後ろが短くするとか、はい、ここの幅とか、はい、ここのボタンの位置とか全部一からやっていただいて、はい、究極のライダースの形だと思ってるので、でこれ黒作ったら、はい、黒が比較的皆さん着ていただける方が多くて、はい、じゃあっていうので今回いろいろ色を、黒、これはダークブラウンでいいんですよね。ブラウンですね。ブラウン、はい、ブラウンなんですね、うん、グレーに見えました。ちょっとグレーっぽいよね、はい、うん、かっこいい。これもかっこいい、はい、でこれがちょっともうちょっとカスタ、ちょっと明るめのブラウンですね。はい、ライトブラウンです。ライトブラウン。そしてあっちがスウェード、スウェードのブラウンのスウェード、ブラックのスウェード、はい、という。だからアッカのシリーズもいよいよようやくこれだけ顔が揃ってきた。あのディレクターの方とか、はい、今回アッカ作って、まあ、それから僕実はお会いできてないんですよ。イタリアに行けてないんで。そうですね、まあ、作ってからが、はい、作ってから。そうなんですよね。僕何かの写真で見たんですけど、着てますよねアッカ。あ、アッカを着られてるんですね。はい、ですよね、はい、そうですよね。僕あれ見てすっごい嬉しくて、うわ着てると思って。マッシモですね、はいはい、いやマッシモさん着ていただけると思わないじゃないですかこっち。いやいや、マッシモさん、マッシモさんってマッシモさんが好きなモデルって当然あると思うんで、はい、でもあーこれハッカー着てると僕見つけちゃって、あれねめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。マッシモはですね比較的シンプルなスタイリングが好きなので、もともとユーリも着てましたし、うん、でハッカーも着てますし、うん、どちらかというとそういうモードに攻めてるものよりは、うん、そのスタンダードでずっと定番的なモデルで存在しているものの方を着る傾向にあります、うん、彼は。なるほどね、はい、あれはね嬉しかったですね。ちょっとなかなかこれ言ってないんですけどね、うん、いや嬉しかったです。アッカのごめんなさい、こだわりといいますか、そのポイントって究極のシンプルなシングルライダース、ですけども、まあ、星葉さんが考えた、僕らが今まで考えたこともなかったそういう前部位、ここで後ろ逆部位、はいはい、で後ろ逆部位で足が長く見えるとか、はい、こういったことっていうのはその、まあ、元々別でやっていたそのシングルライダースジャケットの、そういうユーリっていうモデルだったりアンドレアっていうモデルでは一切そういったアイデアっていうのは採用してこなかったので、これはもう完全に星葉さんが言い出しっぺでやったことでしたから。この間でも僕フォルツァで
ビームスの武藤さんと、はい、ユナイテッドアローズソブリンハウスの太田さん出ていただいて、はい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 、エンメティのどっちがセレクトショップいいの作ったでしょうバトルみたいなのをやったんですけど、はいはいはい、あれもね皆さん各社本当にいろんなセレクトショップ その考え方のエンメティってあるのよ、うん、あれが出ててめちゃくちゃ面白かったですね、あれは僕は司会者の立場でお二人の、ね、ビームスの立場と、ね、あのユナイテッドアローズの立場でこうちょっとそうです、ね、バイヤーがバトルってなかなかないんだけど、そうですね、あれはエンメティのちょっと奥深さと、皆さんのエンメティ愛っていうのが伝わってきて、みんなやっぱ熱い思いが、でダンキだって相当来てるよね、エンメティ相当来てますね、うん、はい、相当来てて言ってくださいよ、いやいやいや、もう相当来てますし、ただまあその悪化の新色が出たっていうので、うん、このグレーとか特にグレーに見えるこのダークブラウン、これがダークブラウン、ダークブラウン、ダークブラウンかっこいいよ、かっこいいですよ、ね、これはこれでアメリカっぽいんだよね、色がちょっと、そうですね、うん、なんかハリウッド映画に出てきそうな、出てきそう、ちょっとブラッドピット来そうな色じゃん、そうですね、そうですね、なんかそこがちょっとかっこいい、はい、あとやっぱり最近のなんかこの気持ちで言うとスウェードっていうのがもう結構皆さん持ってきてるじゃないですか、割とだからスウェードのこの悪化が欲しいっていう需要って絶対あるなと思っていて、これ僕ねまだ持ってないのよ実は、あ、まだそうなんですね、そうだからここをちょっと買い揃えようかなっていうふうに、はいはい、それでもいいですよね、むちゃくちゃかっこいい、かっこいいですよね、うん、黒も黒としかもこの落ち着いた色、そうね割と、うん、はい、まあ、マローネ、あ、マローネっていう、はい、茶色のその、まあ、スウェード、はい、このブラウンスウェードも、ね、ブラックも定番中の定番じゃない、はい、だから赤に関してはベーシックなものを揃えたからこういうものを揃えていくといいんじゃないかなという、うん、そうですね、今黒着てるから次何色買おうかな、いや僕は今本当にこれが欲しいなと思いますね、このなんかちょっとこう、まあ、茶も欲しいんですけど、うん、やっぱりこうちょっと確かにグレーっぽく見えるもんね、なんかちょっとグレーっぽく見えて大人っぽいよね、なんかこうどこか色味がこうあまり見ない感じがしたので、うん、ちょっと面白いかなと思って、確かに、ただやっぱブラウンはブラウンで当たり前のように欲しいですね、うん、これはちょっとアメカジ好きじゃない、そうです、ね、アメカジ好きだから人はこれは結構いけるかもしれない ね、肌でもやっぱ黒い方の方が似合いそうですね、小麦色な感じの方が、もうちょっと焼きたいんだけどね、これ以上ですかコントラストで僕としようと このぐらい行きたいよねこのぐらい行くんですねいや分かんないけどトゥーマッチってなっちゃうトゥーマッチになっちゃうけどねちょっとなかなか本当でもイタリア行けてないんですけど、はい、あの行ける時になったらまたぜひ、これ私おそらくですけど、はい、パスポートコントロールであそこで泣くと思いますね、僕、あ、これだけ行けてないとやっぱり、そう、ね、1年半ぐらい、2年近く、1年半だから1年半ですよ、2021月まで行けたんですよ、1月だから、まあまあ、1年3、今の時点で1年3ヶ月4ヶ月でしょ、年4、5回ぐらい行かれます、年4、最低年4、うん、で内場さんもだって3、まあ、3ぐらい行って3、4とか行ってましたね、僕も、はい、船旅とかも行っちゃってたん で、ね、うん、だって谷さん行ってたのイタリア回数で延べ 僕で120回ですよ、だってもっと行ってますよね、多分100人数えたんですか、多分そのぐらいだと思います僕分かんないですよね、何回行ってるのかでももう第二のふるさとと思ってるぐらいですか、いやいやもう全然第二のふるさとと当然思ってますし、うん、前は全然食べなかったイタリアンレストランに、うん、あ、今もう東京で頻繁に行くようになってしまいましたから、逆にね、あの前は行かなかったですよ、うん、あの行く必要がないと思っても、なんなら、うん、イタリア行けば食べれるし、イタリア行けば食べれるし、うん、来月行くし再来月行くし、うんうんうん、帰ってきたばっかりだし、うんうん、っていうのがずっと続いてたから、うんうん、頻繁に行くようになりましたし、その中でもここが美味しいとかここが安いとか、うん、ここが、ね、高価だとかそういうのもすごいセグメント分けができてきて、うん、美味しい店もやっぱりありますんで、うん、こんなリーズナブルな値段でこんな美味しく食べれるんだっていう、なんかエンメティみたいなレストランもあったりするんで、なるほど、じゃあそう、ね、レストランエンメティ作ってもらって、うん、お社さんに食のインテリアとか全部やってとか、あと、まあ、じゃあ次回は、はい、今度、まあ、イタリアンレストランでこういう会を開いて、どこのレストランが美味しいか、はいはい、このイタリア通の谷さんが教えるなんかイタリアンレストランベスト5とかね、はい、ベスト3なんていうのをちょっとなんか項目で出していただくのも面白いかもしれない、はい、あ、私よければいつでもお呼びください、はい、じゃあちょっとあの次回もまたあの、ね、あのエンメティ来て、はい、今度イタリアなんかなんか、はい、あのイタリア情報を教えていただければと思います、はい、そしてまたちょっとイタリアに、ね、行けるようになったらぜひいろいろご案内いただければと思います、はいはい、あの案内させてください、はい、光栄です、ありがとうございます、はい、ということで今日は、まあ、そうですね、この空前絶後の最近ライダースをヒットしたと言っても過言ではないこのエンメティというブランドの、まあ、扱っている、インテレプレの谷社長にですね
ご登場いただいて、まあ、イタリア愛、そしてこのエンメティの魅力、そしてこのアッカの、ね、最新作、今日はご紹介しましたので、ぜひですね皆さん、とても素敵なライダースなんで来てみてはいかがでしょうか。谷さん、ありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございました。よろしくお願いします。